殺意は、松本清張の短編小説。小説新調1956年4月号に、掲載、同年10月に短編集、顔収録の一編として、講談社ロマンブックスより刊行された。過去4度テレビドラマ化されている。営業部長、磯野幸次郎は、制裁科料のみ、部長室の机の上にうつ伏せになって死んでいた。自殺を推定する材料はない。 狂心症の持病を持つ磯野は製薬会社の見本薬を飲もうとしていた。見本薬の入手経路などから容疑者が浮上するが、その人物に動機が見当たらない上そもそも石のように固いその見本薬に途中で生産狩りを混入する手段があるだろうか。1958年5月22日、日本テレビ系列の俳優ザーアワーは国て放映。 1960年2月14日、富士テレビ系列の午後10時劇場枠にて放映。1963年3月7日と3月8日、NHK の松本成長シリーズ、黒の組曲の一作として2回にわたり放映。松本成長特別企画、撮影。2004年10月11日、TBS 系列の月曜ミステリー劇場枠にて放映。 女性刑事、ことずかを主人公に設定している。ありがとうございます。